하느냐 안 했느냐 하면 옷차림식이 어떤 거냐. 아자노
伊藤のピーターパンファッションっていうのがね、うん、横浜アリーナからできたら頭にもなんか帽子かぶってもらいたいけど、そうですよね、あれもっと派手にすればいいのに、いろいろくっつけてね、うん、蛍光を取るあると思う、本当ですよね、逃げろ逃げろ、よし、早い早い、これ山田さんも痩せてるからきついですよ、あーたさんだったら気が抜けないね、あのお腹見てくださいよ、あれでボンって乗ってくるんですけど、ね、真夏のスイカみたいな感じでしょ、スイカスイカみたい、あれこのスイカなかなか切れないんだよね、でも中身詰まってて美味しそうですよね、さすがの山田さんもタジタジ、アジャはね、こうやってキックをやる相手に対しては余計ね、ああそうですね、向きになっちゃうんだね、うん、今キックやる人多いですからね、でもキックやる人って LL はハーレー斉藤だけですよね、 FMW はいなくないですか、いないの、だからうちが一番多いですよね、アジャとやるとすごく嫌じゃないかな、うん、蹴り重たいですから山田選手の蹴りが結構ハーレー斉藤っぽいっていうか、そうだね、なんか重みがないけど速くて確実に、数をね、うん、アジャもだからそういう意味でプロレスの申し子みたいな人だから、こういう人はほら家にいたら怖いでしょ、怖い怖い怖いよ、いてほしくないもんね、このプロレスの世界でだけしか存在しないから、いないですね、普段もああいう人ですよ、うん、でもほら、よく私はアジャにね、うん、生涯アジャコング宣言しようって言ってたのね、うん、要するに顔にペイントを入れ墨しちゃうわけ、うん、でずっと死ぬまでアジャだと思う、あーいいね、今までね、私こういう人見たことないですから、初めて巡り合いました、こういう人に、ねえ、でもなんか何やっても怖いけど半分可愛らしいっていうのもありますよね、そうだね、こうやって旗から見てると、うん、当たったら怖いですけど、あすごい山田コール、山田っていうのもほら気合のプロレスだからね、うん、本当そうですよね、うん、すごい努力家だと思うし、いいね、プータはほら天才肌でしょ、うん、そうですね、片や努力で片やもう天性のものと、なんかね前見たんですけど、山田さんが練習してる時に一つの技をなかなかできなくてそればっかり練習したんですよ、そしたらトヨタさんもそれをね一回でやって抜けてしまったという、アジャって多分ね男のレスラーになった方が良かったかもしれない、あそうですね、男に生まれて、うん、でももう半分男みたいじゃないですか、自分女だと思ってないですよ、あの人ちょっと、おあブッチャーみたいブッチャー何やんだ、うわ逃がさないからね、だから動きがほら女子プロレスラーの動きじゃないんだよね、そうですね、うん、すごいトペってあるのね、メキシコでトペ、今の技が本当トペなの、あーそうなんだ、あー怖いよ、こっち来なければいいけど、場外乱闘も鬼でしょ、あれはコンクリートが危ないよ、危ないです下がってください、アジャはでもこうやりながらお客に迫力を伝えてるんでしょ、うん、ね、そうですね、やっぱり目の前に来たら怖いもんね、怖いもん、あの巨体いるだけで怖いですよ、あれアジャさんもみるみる大きくなりますよね、もう本当に身が詰まってるって感じでしょ、アジャはなんかね、金網やり始めた頃はまだあんなに大きくなかったですよね、毎年毎年大きくなってる、一応なんか90キロと打ったけど実際80キロぐらいしかなかったやつね、なかったですよね、こっち
伝えこなければいいんだけど。いいですよね。伊藤戻ってますよ、もう早くも。伊藤はやっぱりこの中に入るとね、やっぱり厳しいでしょ。そうですね。ああ、そうです。逃げた逃げた逃げた。下がって。そういう意味で今日はほらブルはいない、北斗はいない、井上貴子はいないという中でね、全場でなかなか面白い試合やってるよね。そうですよね、やっぱこういうなんかローカルっていうかあれでも面白いですよ。そうは熱いという感じでしょう、全場は。ですよね。こういうのまだ吉田真理子も休んでんだからね。休んでますね、みんないっぱい休んでますよ。デビーとかいないし、これだけやってもね、充実してると。充実してますね。結構試合数多いんで、誰かと組むっていうの多いんですよ。いろんな人と組んだり、いろんな人と当たったりするから応用効くんですよね。あー、でもトヨタさんってトカゲみたいな人だから、こんなパイルとかやられてもそんなに、うん、今痛いけど、ね、もうすぐ治るんですよ。もう良くなってます。なんつうのかね、もう再生しましたから。今力貯めてんですよ。技が効かないのかね。でトヨタさんって乗ってる時は太もも叩くんです、こうやって。あ、太もも叩き始めたらもう力溜まってるんです。今ももう治ってますよ。得意体質でしょ、そういう意味では。怪我とかしても唇とかばっくり切れても次の日治ってるんですから。あ、そういう意味ではプロレスラー向きというかね、向いてますね。この攻撃ちょっと足がね怖いよね。怖いですね。これね、伊藤ね、勢いはまた外落っこったことあるんですよ。あこれね、これ大変、これこれはさすがのトヨタさんも引いてると思いますよ。あちゃんよくあんな太っててね、動きをね、動きますね。このあ、まだブリッジできるうちは大丈夫です、トヨタさん。こういうジャパングランプリとかやってる時さ、アジャはほらおっとっと、おチャンピオンだから加わってないでしょ。そうですね。そういう意味で目的っていうか目標がない中でね、いやもう自分が一番だと思ってやってんですよ、一番目立とうと思って。おー、この技ね、2回転エビ固めっていう。2回転エビ固め、すごい。そういう名前があるんですか。そう、これもね、すごい決まるといいですよね。これ、いくつが出たとき調子がいいんですよ、山田さん。お客さん大喜びねえ。おう、守り入った今。本当？これエンジキック、おう、これはエンジキいいですか。エンジ蹴りね、エンジ蹴り。さすがのアジャもね、うん、こんだけやられては、ね、エルボー、ワンツー、おー、やるね。お、何だこれは。2人のサイドバスターか。サイドバスターですかね。あ、違います。おっと、おう、まい。何やんだ。あ、回転、あららら、すごいわ。人の倍体あるだけあるわね。でも山田トヨタもしばらくぶりだというのに呼吸がぴったしたね。合ってますね、うん。でもこの灯油館っていうのは野外の試合には欠かせないでしょ。そうですね。これね、まだ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 って言われるんですよ、ローリングクレードル。今日はなんかすごいね、周りがね。今日調子に乗ってますね、うん、トヨタさん。乗りがいいのかな、お客さんね。乗りいいですよね。やっぱお客さんがね、乗ってくれないと選手もやりにくいと思うんですけど、うん。あ、
の首もしっかり見たよね。今でも綺麗だったんですよね。ちょっと低めでしたけど。山田の首、風花、まなみの皆さんでございました。今日はアジャコングの家を訪ねてみたいと思います。突然行きますんでちょっと機嫌悪いかもしれないけどとにかく行ってみます。おお、びっくりした。すごいです、ここの家は。はい、おはようございます。おはよう。ちょっとそこまで来たからさ、元気だなと思って。元気ですけど。元気？はい。ちょっといい？どうぞ。じゃあどうぞこれ。あ、どうぞ。昨日さ、ヤマさん家にも行ったのよ。ヤマさん家スリッパなんか出してくれなかったよ。うちちょっと広くなったんで。あ、本当？モモさんおいで。モモだ。これ。モモだおいで。モモ。モモ。はい、モモ。おいでじゃないのよ。え、よいしょ。重たい。これはね、アジャがちっちゃい。うるさいよ。昔から飼ってる犬なんですけど。なんかこう3階じゃないみたいな感じだね。そうなんです。あの1階がなんか低くなって目の前に飛んでるんで、あんまり開け取れないんですよ。あら、痩せたね。もうデブネコ。本当に綺麗になったね。綺麗になって、なんか前が汚いみたいだけど。いや、あの物がね、物が何もないんですよ、うち。そう？ないんですよ。あるじゃん、ちゃんと。いや、なんかさ、ねえ、なんか見ててさ、こういう電子レンジのなんか使わないような感じだけど、結構なんかフライパンとかもね、年季入ってる。なかなか。ここはスリッパ脱ぎますか？あ、ここは一応。あ、脱ぐんですかね。あ、すみません。じゃあお客さんはどうぞそこに座ってください。あ、すみません。あ、これは誰だっけ、陽介だね。陽介。陽介。はい。いつも来るファンの子供。はい、そうです。ちっちゃい親子さんに。すごいね、やっぱり。手付けカットをして。親子さんに揃って、なんか弟ができるらしいですけど。あ、本当？今度弟生まれたら健介って名前するらしいですけど。本当？二人でタッグチーム組ませようとか言ってました。なに、ももたん珍しいね、私のとこに来るなんてね。リキ、おいで。やっぱりトロフィー多いね。最近ぐっと増えた。でもこれ全部？そうです。それはあの、この間のなんかタッグの、長野さんと組んで出たなんか夏のタッグの、あれが優勝した時のやつで。タッグリーグ？タッグリーグじゃなくて、あの、タッグトーナメントみたいなのありました。歩いて結構オタクしてるね。シュープロが溜まって溜まってしょうもないんですけど、なんか捨てれなくて、なかなか。小川さん、抜くかもしれない。いやいや、小川さん抜けないですよ。小川さん抜けないです。うち中これだもんね。そうですね。まだ少ないです。まだ少ないか、はい、うるさいよ。これぐらいじゃん、これが。それは、あの、メキシコ行った時に。あ、これ買ってきたの？そうです。結構綺麗なお部屋ですね。じゃあそろそろ私は帰ります。なんか何のおもてなしもしてうるさいって。みんな来てもさ、おもてなししてくんないんだよ。そうです。ヤマさんって言ってもおもてなししてくんないしね。ちょっと見てみたい。じゃあ今度来た時にはゆっくり。今度は前もって言うわ。はい、3日ぐらい前から言うから。そしたらじゃあなんかご飯の支度でもしときます。そして、はい、糸ちゃん呼んでさ、はい、じゃあ今度みんなでご飯の、ね、またお鍋でもやろう。はい、じゃあ下に車置いてあるから。あ、駐車場で捕まってください。すいません。
じゃあ、お邪魔しました。すいません、おもてなしもしませんで。また来るから。はい。じゃね。今度は、前もって連絡ください。うん。そしたらゆっくり。3日前ぐらいから行きますから。はい。じゃあね、ありがとう。どうも。はい、どうも。お疲れ様でした。はい。すいません。Yeah!
Thank you.
ってんだバーカいいねえさあさあお母さん待ちろYeah!
ません。はい、いらっしゃいませ。おまんじゅうください。はい、ありがとうございます。食べちゃった。はい、どうぞ。いただきます。どうぞお茶お上がりくださいませ。美味しかった。ああ、本当どうもごちそうさまでした。それじゃあちょっと一番大きいの一つ持ち帰りお願いします。ありがとうございます。長いなこれ。あんまり好きじゃないんだけど、美味しいかもしれない、これ、うん、いやー、どんなもんかなと思ったけど、うん、うまい。伊香保に来たら、ここに来るといいかもしれない。Woo!
Yeah!
お気をつけください。先生、一つ一つ丁寧にお下がりください。選手が15分経過。15分経過。頑張れ。頑張れ。
下がって下がって。下がってください。下がってください。Yeah!
じゃあ、あじゃあ、あじゃあ、ここ、もう、山さんもあるそれよ、もう。ヒロさん、好き嫌いが多いから、本当にもう。間に挟まないですよね。アジアジュースっていうのこれ。いや、シンデレラジュースです。間違えました。